こちらに、アルミ缶ですね。なんかおかしな潰れ方してるんですけど、これはあの缶の内部の吸減圧によって、大気圧の力ですね、外側から力が加わってこんな形に潰れてるもんですね。何で吸減圧させるかっていうと、最初にですね、缶の中に二酸化炭素を集めておいて、そこに水酸化ナトリウムを加えます。そうすると、水酸化ナトリウムが二酸化炭素を吸収して、二酸化炭素は気体ですから、液体の水酸化ナトリウムに吸収されて、まあ、吸減圧されるということですね。缶の内部が減圧されると、スムーズに、前もってですね、あのガムテープを用意しておいて、缶の蓋を閉じておいて、減圧をさせるという、そういう仕組みです。でこちらに、二股試験管にね、こっち側の炭酸水素ナトリウム、まあ、重曹ですね、でこっち側に、塩酸が入っていて、それを合わせると反応させると二酸化炭素がこう誘導されるということになります。缶がちょっと軽いので倒れることがあるので、ガムテープでつけてあります。倒れにくくしてあります。それでは、二股試験管を倒して、あれなんか倒れそうだな、これ倒れそうですね。はい、二股試験管の方から二酸化炭素を誘導したいと思います。倒します。今泡が発生してます。炭酸水素ナトリウムの CO2 が遊離してきて、缶の内部に今誘導されているという状態ですね。缶がこう倒れやすいのでガムテープで留めとくといいんですけど、今後ろの方で軽く留めてあります。ちょっといっぱい、ちょっと入りすぎちゃいましたね。まあ、あらかたあの CO2 が誘導されたと思ったら、一旦これでガムテープで缶を蓋をします。あらかじめこのフックの方はですね、アルミ缶の方あの外しておいた方がいいですね。では、こちらの、アルミ缶の方に CO2 が充満しているわけですね。ここにあらかじめ作っておいた水酸化ナトリウム水溶液を注ぎ込みます。ガムテープでしっかり口を閉じて、漏れるといけないのでしっかり封じておきます。で、固定用のガムテープ外して、ちょっと軽く振る感じですかね。あ、もう潰しました。軽く振ればあの CO2 の吸収が起こるので、今水酸化ナトリウムの方に気体である CO2 が吸収されている状態ですね、ということが起こっています。このまま触らなくても、触れなくても良かったかもしれませんね。はい、十分に CO2 の吸収が起こった感じがします。ね、今シューって音がするんですけど、これはおそらくここですね。あの缶があの潰れた時にここがもう亀裂が入ってしまって、空気が中に入り込んでるのかもしれませんね。
亀裂が入らなければもう少しぐしゃっと潰れたのかもしれません。はい、水酸化ナトリウムによる、CO2 の吸収、減圧の減少を見てもらいました。